で、今度はその新田原さんに話してもらうことになりますが、この方のご経歴、ですから活動内容については、皆さんのお手元に2007年における産学運動の略史というのが出ていると思います。この中に詳しく書いてくださっていますので、読んでおいていただければと思います。あの、では、最後に、先生、何分ぐらい？チンガティングシーをすればそういう見ろバザーピアモーチンアパウミミニナセーラシナイトドマピアオントフェーバーカロジネウゼンシュアンドンネビネバマポダンヤサレジェナアカナゴデヤオクンヤビロザガビオクンヤレドジャムロルジメミアアロンゴトゥベジズテマ。今日私はちょうど産学革命の3周年記念日とも言うべき日にこの日本でビルマ市民フォーラムのお招きをいただいてここで話しする機会を得たことを大変嬉しく思います。ウズンガロ2009クネシュアンドランイドゥンマフォイジゲレミマナンガロンサンヤダンガゴズレフォイヤトゥデドゥンムシンタオラピバレ。私自身のことを言えば2007年サンフラン革命の時に結成をされた全ビルマアル共創連盟、その時期私はその連盟の書記長を務めておりました。ウズノナンゲン2009年シュアンドランイマナアパシソヤネビドアジャンパッタピアケレポンヨイディアアロンゴルジミノネネドシビピテドアジャンブロウズネネデゼドマシンピアラワン。その2007年、サンフラン革命がどんな様子であったか、僧侶たちと軍事政権とがどのような対立をしたか、そうしたことについては皆さんすでにご存じだし、先ほどの映像でも紹介されておりましたので、省かせていただきます。ウズノナンガンドゥアナーパーセスウィアネビドウ、ナタウデセ、ジュカウウウェゴ、ジンバマ、ピテルドアジャムロ、ディユカウェア、ディアミアダム、ウズノビリンビバマシニレヤハンダンガジャンダビドダイエンダニコマンマミマナガダアロワネビダロワレマカナイマウ。で、先ほどリモト先生からお話がありました。総選挙を今年ナーパ軍事政権はやろうとしております。この総選挙はもちろん国民の希望に基づいたものではない。国民も学生も市民も活動家もそして私たち僧侶もこの選挙には反対をしている。全く納得のできない選挙であるということをまず申し上げておきたいと存じます。今日ウゼンリガ表示なら、バーマーフォーダンへルムイロンガンにミャンマーピーディモクラシーやしいとは産業ベインディムディマディテーボビドロアディレスラウズネネタマンバンジャージンバレバージャンレスラウズノジャパンナンガンスウヤハスウィンウズノミマピーインバデビドミャクウェビューターゲイサレゴディロカミアリアルクウィンチョパムディオマテヤラウティリエネウズノディモクラシーエアズボマミャクウェビューターディオポトビブウズネネトウェミダヤカマ。今日このようにお話をする機会を得た私としてはこの BFPビルマ市民フォーラムがビルマの人々のために民主化のために活動してくださっているということは十分に理解していますけれども、さらに有効なさらに力のある活動をしていただきたいというふうに思う気持ちから、特になぜこういうことを言うかというと、今の日本の政府はビルマの現実の状況について目を塞いでいる、あるいは見ないようにしている、そういう状況にあるというふうに私は思いますので、ビルマ市民フォーラムの人たちにさらに私は活動の輪を広げて力を大きくしていただきたいというふうに思う気持ちから述べさせていただきます。チャイノがウズノミマビをジャパンにいるボジョンさんのウズノガンさんをもう一度ビーグナンゲビロ、ヨネチェイマバジャーウズノミマビやデモクラシーロシャムディアボマミャクウェビューニアラレスラゴウズネネナムレナヤンピテエリドアマダマレワネヤワレ。かつて日本はビルマの独立のために、例えばアウサン将軍、後にアウサン将軍になった30人の志士を育てる、つまりビルマの独立に対して日本は力援助をしてくれたわけですけれども、その日本がビルマに理解があるはずの日本が
なぜ今ビルマの国民のビルマの人たちの民主化運動の状況に目をつぶっているのか、力を貸さないのか、そのことを私は不思議に思っています。理解できません。ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုအကျဉ်းချပြီးတော့နာအဖဆစ်ဆိုးရနေပြီးတော့2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုတာလူချင်းမျိုးတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲတရားမျှတမှုမရှိဘူး。この2010年総選挙、先ほども話に出ました、アウンサンスーチーさんは自宅軟禁のまま、さらに多くの少数民族指導者たちも投獄をされている。こういう状況です。これがこういう状況の中で選挙をする、これは本当に民主的な選挙でしょうか。それは皆さんお考えになればすぐ分かること、とんでもない選挙であるというふうに言えます。ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိနေတဲ့လူ့အခွင့်အရေးကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်လှုပ်ရှားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေသိအောင်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။この状況について、つまり私たち総理もビルマの国民も納得をしていない、同意をしていない、とんでもない選挙だと思っている、こういう状況を世界の日本も含めた人権のために、民主主義のために活動していらっしゃる人々がもっと深く、もっときちんと理解をしてくださるようにお願いをしたいと存じます。ナーバセソヤ、ウズノビドゥリアロンゴアマンガバレマベイビロトゥロロウチンドゥロロウニレケイサトゥクゴလူသားချင်းစာနာစာနဲ့ဒီကမ္ဘာပြည်သူတွေအားလုံးကယနေ့ဟာဆိုရင်ကမ္ဘာကြီးကရွာကြီးတရွာလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိသားစုစိတ်တက်နဲ့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ပေးကြပါ。私の今の考え、ビルマの国民を私たち総理も含めて、ビルマの現在の軍事政権は全く暗黒の世界、窓のない世界、光のない世界に閉じ込めてしまっています。しかし一方で、今世界は、地球は一つの村である、そういうことに交流が深まっているし、付き合いも多くなっている、そういう時代ですから、周りの人たちが、日本の方々も含めて、そうした状況に追い込まれているビルマの国民について、その状況についてもっと深く理解をしていただければというふうに私は望んでおります。ဒီနေရာကနေဦးဇင်းမေးခွန်းရှိတယ်ဆိုရင်တော့မေးချင်တာအဓိကတော့ဦးဇင်းတို့1991ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာ19ချိန်တိုင်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဘာကြောင့်အခုချိန်ဒီဦးဇင်းတို့ကလုံခြုံရေးကောင်စီကနေပြီးတော့ရုရှားနဲ့တရုတ်ကနေပြီးတော့ဗီတိုအာဏာသုံးပြီးတော့ပယ်ချတဲ့ကိစ္စ。私は一つ皆さんに言いたい。多分ご存知だろうと思うけれども、あなた方はこれをどう思うかというのを聞きたい。それは1991年以来、ビルマの人権尊重する社会を作るように、人権状況を改善するために、あるいは民主化を促進するために、国連の安全保障理事会に何回も決議案が提出をされた。しかし採択はされていない。しかも一番最近の例で言えば、中国とロシアが拒否権まで使って、このビルマ民主化人権のための決議案を放り打ってしまった。こういうことがある。これはあなた方、皆さんは一体これをどう考えるか、私の方から問いたいというふうに思っています。あれいろ老人間あぴん、宇津の内閣、病院来ぴぼは、とどりをあらんわ、あらんこ、挂威にばれ。宇津の内そのことは、国際社会のこうした動き、ビルマに対して実行のある行動が何もできていないということ。このことが、ビルマの民主化、人権が尊重される社会の形成のために時間がかかっている、遅れてしまっているという原因の一つであると指摘したいと思います。ဦးဇင်းနားလည်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂကျုပ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့ donation တွေအားလုံးကဝိုင်းဝန်းလုပ်ထားတဲ့ငွေရေးကြေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရားမျှတမှုလုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါလျက်နဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အရေးကိုဥပိ္ပခါပြုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုလူချင်းမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမေးခွန်းထုတ်ပေးပါလို့ဦးဇင်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်。国連という組織、あるいは国連のもとにあるさまざまな社会活動をする組織、人権活動をする組織というのは、世界の国々の政府が、すなわち世界の国々の人々が力を出し合い、お金を出し合い、それをもとに活動している団体なのではないでしょうか。そうした団体がなぜ悲惨な状況に陥っているビルマの人たちを救おうとしないのか、そのことを皆さんよく考えていただきたいと思います。